今回はカービングにとても重要なリーンアウトの効果的な練習方法をお伝えします。実際のレッスンでもこの練習をやると劇的に滑りが変化しますので、ぜひ真似してみてください。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はカービング上達したいなと思っているあなたにですね、リーンアウトの具体的な練習方法をお伝えしていきます。ぜひ真似してもらいたいなと思います。以前ですね、リーンアウトの重要性、そしてトーサイド、ヒールサイドってね、リーンアウトのやり方のコツお伝えさせていただきました。では具体的にどんな練習をしていったらいいのかっていうのがね、わからない人も多いと思いますので、これぜひやってみてください。何やるかって言ったら、これシャキーン、尿意棒、はい、棒を持って、ターンをしていくとリーンアウトの動きっていうのがね、結構分かりやすくなっていきます。はい、これね、カメラの自撮り棒ですね。はい、何でもいいです。スキーのストックでもいいですし、なんか木の枝ね、スキー場で拾ってやるのも OK だと思いますので、何でもいいので棒を持ってください。結構スキーヤーの人とか、こうストック持って滑って練習してるのゲレンデで見たことあると思うんですよね。それと同じことです。この棒を持って練習していきます。はい、ではね、実際やってみたいと思います。まず棒を持って常に水平を維持するね、水平を維持しながら滑るようにしましょう。はい、このように棒を持って水平を維持する。そうするとおのずと水平を維持しているだけでも、上半身はこれでも軽いリーンアウト、これでも軽いリーンアウトね、してる状態、これでリーンアウト、リーンアウト、リーンアウトっていう状態になっています。はい、この棒を基準にして水平をキープするように上半身を柔らかく使ってあげるだけでも、自然とリーンアウトをすることができるようになるんですよね。でプラスアルファ、じゃあ何するのかっていうと、より切り返しのところでリーンアウトを強く強くしてあげるようにしましょう。見ていてください。はい、かかと側の切り返しの時は水平からさらに山側にね、山側に入れていく。そしてその状態から入っていって水平に戻す。水平に戻したところから切り返しのところで山側に切り返す。そしてそのまま入っていって水平に戻して、切り返しで山側を上げる。水平、山側を上げる。じゃあこれちょっと極端にやっていきますよ。もっと切り返し、切り返し、切り返し、切り返しっていうような感じでね、やってあげると視覚的に見ているものがリーンアウトの姿勢を、リーンアウトの姿勢を確認する状態になるので、自分がどのようなタイミングでどうリーンアウトを取っているのかというのは分かりやすくなっていきますので、ぜひですね、この棒を使ってね、練習してもらいたいと思います。ただしこれダメですね。何かというと、手だけでこうやるやつね、車のハンドル回すような感じでこうやって上半身全く動いてないので、うんってやっても、残念ながらこれはリーンアウトしてないですよね。なのでこう回しちゃダメです。回すんじゃなくて、あくまでもこれ棒と肩が連動してると思って、ここ四角を作ってね、四角の面を作ってあげて、水平は水平、そしてこう傾けるときは肩も傾けるように意識してあげるようにしてあげて、はい、この状態からここを水平、肩のラインも水平と思って、肩を動かして手を動かす、肩を動かす、肩を動かして手を動かす、はい、ようにしていく、ね、手だけでこう動かすんじゃなくて、肩を動かす、肩を動かすようにしてリーンアウトしていきます。さらにそれを肩だけじゃなくて、ちゃんと上半身、腰、股関節全部使ってかけていく。さらにそこからちゃんと踏み込みね、踏み込む状態もグッと入れて、リーンアウトを生かしていくようにしてあげると、はい、このような感じで
リーンアウトの練習をねすることができますので、ぜひね真似してもらいたいなと思います。この自撮り棒だったらポンってね畳んだらもうこんな短くなるんですよね。だからこれポケットに入れても全然邪魔にない、スマホぐらいの長さにね、なるので、まあ、スマホ持ち歩いてる方であればこれ入れといてもねそんなにも、邪魔になるなっていうふうには感じないと思いますので、まあ、こういったものを用意しておくとね、結構いいんじゃないかなと思います。はい、という形で今回はリーンアウトのね具体的な練習方法としてこの如意棒をね棒を持ってね練習する方法をお伝えさせていただきました。一応これインスタ360さんのね、自撮り棒なんでこれ一応動画の説明欄の方にリンク貼っておきますので、ちょっと在庫あるかどうかとかは全然わかんないんですけども、在庫があればリンク貼っておきたいなと思いますのでぜひチェックしてもらいたいなと思います。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いで本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。それではここからね深掘り解説いってみましょう。これ SBOI さんの YouTube メンバーの方限定のレッスンとなりますのでぜひね上達に生かしていってください。はい、ヒールトーヒールトーヒールトーっていうような感じですね。